はい、本日はですねパタゴニアのレトロ X の偽物と本物を比較していきたいなというふうに思います。で今こちらにかかっているのは正真正銘の本物のレトロ X があるんですけども、レトロ X に偽物あるんかということでね、僕もびっくりしてるんですけども、正直ねパッと見た瞬間わからんかったんですよ。偽物か本物かわからんっていうことになって、じゃあこれやったら一回ちょっと店舗に持っていこうと、で店員さんに聞いてみた上でこれが偽物なんかどうか判断してもらおうということでですね、ちょっと別動画を撮っておりますので、まずそちらを見てもらいたいなと思います。ではどうぞ。はい、それでは現在ですねパタゴニアの店舗の前に来ました。こちらで本物か偽物か聞いていきたいなと思います。一応本物も持ってね行きたいなと思いますので、では行ってまいります。はい、それでは行ってきました。今はちょっと本物の方しか持ってないんですけど、偽物の方は一回修理で本社の方っていうかその修理工場の方で見てもくれるってことやったんで、本物か偽物か鑑定してもらってからまた2週間か3週間後日になりますので、ではそちらの映像をどうぞ。はい、ということでね見てもらって、まあそこから2週間か3週間経ったんですけども、無事送られてきました。それがこちらです。じゃーん。店舗の方では分からんってことやったんで、そこから本社の方に一回送っていただいて、で本社の方から電話が来て、でそれで、まあ、もう一度送っていただいたということにはなってるんですけども、実はですねこれあまりにも巧妙すぎて作りがしっかりしすぎて、もう本社の人が一回本物やと思って電話かかっていたんですよね。で、間違いなく本物でしたって言われて、あ、そうなんですね、分かりましたって言って電話切った次の日もう一回電話かかってきて、すんませんみたいな、昨日本物って言っちゃったんですけど実は偽物でしたって言って、偽物やったんかいってことやったんですけど、そんな感じでね、本社の人ですら間違うぐらいめちゃくちゃ作りがしっかりしてるレトロ X がこちらにありますので、この偽物レトロ X と本物レトロ X を比較していこうじゃないかということになっております。なので本日の流れとしてはですね、本物と偽物がどういう風に違うのかっていう、まあ違いとかを見ていったり、逆にじゃあ同じ部分はどこが同じなんかっていうのを見ていったり、あとは、これをどこで買ったんかみたいなところの話をしておしまいしていきたいなと思いますので、そんな感じでいきたいなと思います。ではまず開けていきますね。これ僕中身は知ってるんですけど、本社の方が丁寧に梱包していただいて送っていただいてるんですけど、まあ偽物ですけどね、これね出していきましょうか。じゃんじゃん。でもこんな感じで入ってたら本物と思うでしょうね、これメルカリとかでもし出したら。なんか納品書入ってるんですけど、これは別に修理とかはしてないので、修理とかできませんしね、偽物やから。パタゴニアとかアークテリクスとかノースエースもそうですけど、偽物の場合は修理が対応してくれないので、それはねもう当然やと思うんですけど、こんな感じで帰ってきました。このモデルといえばですね、勘のいい方お気づきかもしれないんですけど、2019年モデルとしてこの黄色のやつがあったんですよね。確か2020年はオレンジがね、ついこの間の秋冬のやつはオレンジが出たと思うんですよ。でオレンジと同じにこのパープルも出たよという感じだと思うんですけど、それの1年前のモデルですね、2019年のモデルで、このイエローがね実際本物も出てたんですよね。でこれに関してはなんかねこんなタグとかもついてるんですよね。だから本物ですやんとかって思ったんですけど、実はちゃいますよということになってて、なんかどうやら買った、僕これ借りてるものなんですけど、どうやら購入した時から偽物臭いなと思ってたらしいんですよね。これなんで偽物やと思ったかというとですね、なんとこのレトロ X の2018年モデルタグ付きがですね、なんとたった1万円ポッキリで売られてたんですね。ほんまですかと、それめちゃくちゃ怪しくないですかっていう感じだと思うんですけど、まず売られてたということになっておりますので、まずレトロ X といえばここをよく偽物としては判断しますよっていうところをまず見ていきたいなと思うんですけど、よく言うのが背中ですよね。この背中のところのね、この縦の線があるじゃないですか。大きく見てもらったら、まず横のね胸のところらへん、背中の胸のところらへんに横線があって、真ん中に縦線が入ってるという感じになってると思うんですけど、この縦線がよくないっていうことがあったりするらしいんですけど、じゃあこの偽物に関してはどうなんかというとですね、この縦線があるんですね。あ、ほんなんじゃあこれは一緒かいなということで、ほんで次ジップ見ていきたいんですね。ジップがどんな感じの仕様になってるかなって、ちゃんと YKK で作られてるし、でジップの持ち手のところも同じような素材使われてるし、特に違いはない。結構これジップにね違いが出たりとかすることあるんですけど、そういうのもないと。ほんでジップに関しては胸のジップのところも同じく YKK が使われてて、本物と全く同じで、裾のところのポケットのところの YKK も全く同じ。だからまあジップ関係に関してはもう完璧に一緒ですよね。ほんで次によくレトロ X で偽物かどうか判断するときによく言われるのがこのタグですよね。これはレトロ X に限らないですけど、パタゴニアでよく言われるやつなんですけど、このパタゴニアってロゴ入ってるじゃないですか。でこのパタゴニアの最後 R の後に R が入ってると思うんですね。R で丸囲みみたいな感じの、なんかメールアドレスとかでよく使うやつあるじゃないですか。あ、アットマークですね。名前なんか忘れたなと思ったアットマークでした。なんかアットマーク的なやつ、アットマークはでも A に丸なんか、まあアット
ットマークじゃないな、 R マークになるのかな、分からんけど、 R のねこの丸っていうのがあって、これがどうやら本物の場合は R が小さすぎて崩れて点に見えますよと。だから本物やのに見えてないんかいっていうことなんですけど、本物やのに R が汚くなってるのかいっていうのが本物らしくて、逆に R が鮮明に見えて丸になってるやつが偽物やとよく言われたりするんですよね。じゃあこれまず見てみようかと。本物の方は確かに R が潰れちゃってなんかよくわからんくはなってると。これ R なんかどうかって言われたらよくわからへんけど、偽物の方に関しては綺麗に R と見えるんですね。あ、なるほど、確かにここはよく言う説通りですよということになってて、なんでこんなことしてるんかというとですね、パタゴニアの方からその偽物の箇所っていうのは詳細にはお伝えできませんっていうことやったんで、まあ、こうやってね自分で調べていくしかないんですけども、まあ、こういったまずタグが違いますよねということになってて、それ以外に関してはこの生地はどう違うんかっていうと、正直生地に関してはね、これユニクロとかもほぼほぼポリエステルで一緒やから違いなんか出ないんですよね。それよっぽど高級なシルクとかカシミヤとかね使ってたりしてたら結構差は出るんですけど、もうこのポリエステルのね着物サッシャーなんかそんな原価あんま変わらへんから、そこまで違いは出てこないんですよ。だからまあちゃうなということになってて、今違うとこ行って見つけました。それ何かというと首のところですね。この首のところのイエローのねところの縫製がね若干違うんですよね。それが本物の方はなんていうんですかね、このナイロンの生地に当たってないように縫われてるんですけど、偽物の方に関してはなんかナイロンの生地ごと縫製されてるということになってるので、ここが若干違うかなというところで、今の段階外見だけで見つけたのは R のロゴマークが違うのと、首元の縫製の仕方が若干違うなっていうところが、見てわかるかなと思います。でもそれ以外に関してはもう全く一緒、ジップも一緒やし、袖のあの裾のところにあるゴムの使用も全く一緒やし、袖のゴムの使用も全く一緒やし、あ、でもう一個ちゃいますね、この胸のポケットのところのこの生地が硬いですね。ちょっとなんか硬さがあるけど、こっちの方は硬さがないんですよね。この同じように右手でこうやって触ってるんですけど、まあサラサラ言うじゃないですか。でこっちの方はシャカシャカ言うんですよね。だからやっぱこれぐらい硬さがあるので生地がそもそも違うということになってますね。まあ、この3点が違うと。次はガバッと開けていって何が違うのか見ていきますね。このタグと思うんですけど、ちょっとタグは邪魔くさいな。見ていきたいなと思いますが、中のねこの裏生地のメッシュも全く同じなんですよね。だからもうこれはもうちょっと違いが分からんけど、中の生地に関してはもうこれは一緒と言えるでしょう。全く一緒ですね。ちなみに中のタグも見ましょうか。本物の方のパタゴニアの後の R マークが点となってるな、ちょっと潰れてるけど、偽物の方は綺麗に見える。やっぱりこれそうなんや、これわざとやってるのかな知らんけど、まあそんなことになってて、でもう一個ね違いがあるとしたら、この内側のフラップあるじゃないですか。でこのフラップのところがこの黒のがね見えてると思うんですけど、この本物の方もね黒のやつがあるんですけど、ここのね縫製めちゃくちゃ汚いんですよね。これも小学生の素人やったんかいうような感じで、僕やってもこんな下手にならんでっていうぐらいぐちゃぐちゃになってるんですよ。これは確かに偽物やなと思えるぐらい汚いなんか縫い方してるし、あとそれ以外にやったら縫製自体がほんまになんか素人の縫製みたいなんですね。ガタガタになってるし、なんかこうまっすぐ縫えてないんですよね。だからこれは確かに偽物やなと。じゃあ対して本物どうかって言ったら、めちゃくちゃ綺麗に縫われてるんですよね。まっすぐピシッと縫われてるから、ピシッとっていうのがまあ関西人っぽいかもしれないですけども、そんな感じでね縫われてるから、まあ、これちゃいますねということになってるので、以前アークテリクスのやつも言ったかもしれないんですけど、やっぱ縫製の甘さって偽物には出るんですね。で縫製の甘さって何っていうと、まっすぐ縫えてないとか、そもそも感覚がバラバラの感覚で塗ってるとかっていうのがやっぱ違いなんですけど、やっぱ原材料はねそんな高いもんじゃないから、フリースはだからまあ真似しやすいんでしょうね。ほんでタグも見ましょうか。これタグ見ても店員さんもわからなかったんですよね。タグ見た段階でもタグも別にそんなになんやっていうこともないなっていうことになってって、ただ唯一一番最後のとこにこう見たことないやつはありますねって言われて、それが何かっていうと、なんか中国のね中国語書いてあるんですよ。でこれはちょっと見たことないですねとか言っしゃってはったので、これはおそらくなんか怪しい感じやし、でそれ以外にもう一番最後のとこについてるタグもなんか若干違うしみたいな感じになってるので、まあ、これはまあ確かに正真正銘のパチモンなんで、以上を言った5点が全く違いますね。振り返っていくと、まず1点目何が違うかっていうと、このロゴですよね。ロゴの R のマークが潰れてる。これはレトロ X に限らず結構いろんなとこに使えるかもしれないですね、判断基準としては。で2つ目が何かっていうと、この前のポケット、黄色のポケットのこの生地がそもそも硬いというか分厚い生地使われてるから、全然生地 の素材が違うよということになってて、まあ、これは見た目では分からないかもしれないですけど。ほんで3つ目が何かっていうと、この首元の縫製が生地に噛んでないのが本物で、なんかめっちゃ粗く噛んでんのがやっぱ偽物。そして4つ目っていうのが、この開けたところの中の黒の、フラップというか生地が当ててあるんですけど、これに関しては
まず縫製がぐちゃぐちゃやし、まっすぐ縫製縫われてないっていうところやし、均等にも縫われてないっていうのが4つ目で、5つ目がこのタグですよね。タグのところに見覚えのない中国のマークがあると、これはかなり怪しいなということになってるんかなというふうに思いますので、計5つが違うかなと思います。でちなみにこの、 タグがついてる理由はですね、僕パタゴニア の、 人と話して、名推理をしたんですけど、このタグ自体がレトロ X のベストのタグらしいですね。だからベストのタグはなんでついてるんでしょうねっていうことと、レトロ X の長袖じゃないですか、これはおそらくフリマ、これフリマで買ったらしいんですけど、フリマで買った時に本物に見せるためにその辺のタグをですね、あ、もうこれでいいわ、入れとけ言うてポチンで入れとって、よし新品ですって言って多分出したと思うんですよね。だからこれ購入した人ももう鼻から偽物やと思って購入したらしくて、まあ、動画で使ってほしくてっていうことで購入していただいたみたいなんで、まあ、本当にありがたいんですけど、まあ、それでまあ偽物やったということになっておりますので、まあ、タグの理由に関しては新品に見せるためだけに今つけたんじゃないかなという予想になっておりますということになってますね。でこれももちろん偽物なんで修理とか全くできませんし、もし仮に破れたとかなったりとかしても全然全くパタゴニアの方の正規店では対応は全くしてくれないアイテムになってますので、まあ、これに1万かける意味があるんかどうかって言われると、まあ、微妙なところですよね。ユニクロでもこれよりの異常のクオリティで作ってるから、それやったらまあ3900円サンキュッパのユニクロのフリース買っちゃった方が品質としては高いんかなとかって思ったりはするんですけど、まあそれはね人それぞれ考え方があるから、まあまあまあそれはそれでいいとして、まあどっちにしてもね、こういう原価のあんまかからへんもん、まあフリースもそうやし、あと T シャツとか、あとまあジャージとかもそうやし、まあ、リュックとかもそうやと思うんですけど、そういうあんま原価のかからへんもんってやっぱりこうパクりやすいと思うんですよね。偽物でも作りやすいというか同じ生地使えると思うんですけど、やっぱりゴアテックスとかはめちゃくちゃ値段もかかるから、正直偽物で作っても元取れないと思うんですよ。まあって考えたらあんまりゴアとかでは見えへんけども、まあ、前回紹介したアークテリクスのカバンとかもそうやと思いますし、まあ、こういったフリースなんかも、まあ、原価はそんなかかるもんじゃないから、まあ、真似しやすいんやろうなみたいな感じでは思ったりしますねということになっておりますので、まあ、先ほど言った5つの点以外はもう全く同じだと思ってください。もうジップも一緒、生地も一緒、全く同じだと思ってもらってもいいぐらい、見た感じでは分からん、触っても分からん、もう全く一緒やなと思えるぐらい、僕結構いろんな工場とか行って生地とか繊維とか見まくってますけど、それでもこれは一緒やと思うぐらい、もう多分同じやつを使ってると思うんですよね。だからそんなに損損ないということになっておりますので、まあそんな気をつけていただきたいなというふうに思いますということになってますので、本日はですねレトロ X の本物と偽物、違いを見てみたという動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。